鳥まくり競輪ナビをご覧の皆様、こんばんは。今回は明日、函館競輪場で行われるサマーナイトフェスティバルの初日特選12レースについての予想会です。今回はいつもの趣向を変えて、私、渡辺と本田記者の青系コンビでお届けします。では早速メンバーの方を見ていただきましょう。今回ちょっと一つ違和感があるんですけど、S 班の佐藤慎太郎選手の名前がなくて、S 級一班の菊池武人選手の名前がありますね。ちょっとここの選考はどういう感じなのか、本田記者ご説明お願いします。はい。選考基準を調べましたら、まず、最優先がグランプリを制した人、昨年のグランプリ。それが最優先で、その次は、選考期間中の G1 レースを制した人。で、その次が、選考期間中の G2 を制した人。で、菊池選手は、ヤンググランプリ昨年取りましたんで、この G2 の獲得した選手っていうところで、選ばれました。それ以外の選手は、まあ、競争得点。上位者からっていうことなので、まあ S 級 S 班の選手は F1 戦とか乗りませんし、競争得点高いところのレースが多いですから、S 級 S 班の選手が、順次選ばれて、一番 S 級 S 班の中で点数がなかった佐藤慎太郎選手がこぼれてしまったっていう感じみたいですね。まあ、そうするとちょっとグランプリと思考が変わってきて、この菊池選手が鍵握ってきそうですね。ではそうまですね。ず、本当にその S 級 S 班全員じゃなく一人これいるだけで本当に全然違うかなっていう感じで面白くなりましたよね。ライン構成からご説明します。まずは1番の脇本雄太選手には古性優作選手。この近畿が2人。それから東北コンビ。新山恭平選手には新田雄大選手、そして森沢太選手の東北は3人になりました。それから関東勢、先ほど注目の菊池武人選手には平原康太選手、関東勢は2人。で、短期になったのが郡司浩平選手と松浦雄二選手。まあ、ライン構成はこうなりましたね。本田記者、ここは主導権握ってきたいのはやはり菊池武人選手ですか？そうですね。やっぱり菊池選手、このメンバーになれば格下ですから、やっぱり、まくりに回ってまくれるってわけではないでしょうから、やっぱりもうこれは平原選手を連れて主導権を取るんじゃないですかね。逆に、他取るとかあるんですかね。これ、新山恭平選手もね、選考やっぱり持ち味なので、新山恭平選手も逃げたいと思うんですけど、ここでね、真正直に菊池武人選手と新山恭平選手で踏み合っちゃうと、脇本雄太選手のまくりを誘発しちゃいますもんね。そうすると、ちょっと新山恭平選手の出方が鍵握ってきそうですね、ここも。そうですよね。だから、脇本選手のまくり誘っちゃって、グランプリのワンツー見たくなっちゃうのを避けるんだったら、やっぱり新山選手は動かない方がいいですよね。そうなると中断ですかね。で、まあ、脇そう。本選手も位置取り淡白だから8番手になってきそうですけど、ここで鍵になりそうなのが短期の郡司浩平選手、そして松浦雄二選手。この辺の短期の2人の位置取りはどうなってきそうですか？そうですね。やっぱり松浦選手、これ一発勝負のグランプリとかだったら番手さばきに行く、平原選手どかしに行くとかもあるとは思うんですけど、サマーナイトの初日特選、無理はしないと思いますが、位置取りはきっちりすると思いますんで、奥は関東の後ろ3番手は松浦選手。で、そこで競るんだったらってことで4番手に郡司選手が続くんじゃないかな。短期の2人は3番手、4番手を1取りに行くと思うんですけどね。そうすると、この二人、まあ、新山選手、脇本選手のまくりに合わせて、先まくりの形になってきそうですかね。そうですね。本当に調子良ければ平原選手が番手から出ていくんでしょうけど、やっぱり平原選手まだ本調子ではないでしょうし、やっぱり、8月、来月の8月の地元オールスターに多分仕上げている最中だと思いますんで、ここはもう追走だけに専念するっていうのが僕は平原選手じゃないのかなっていうことを考えまして、3番手から番手まくりみたいな感じで、僕は松浦選手が被る前に出ていくんじゃないかなって見てるんですけど。あとは、郡司選手も、じゃあ4番手から松浦選手のまくりに乗るのか、まあ自分でまくるのか、その2人のなんかゴール前勝負が見えてきそうですね。そうですね。やっぱりここ、2人でまくってって、よく短期と短期が並んで、一まくりっていうのをよく、いろんな競争でも見ますんで、ここもそういう流れになるんじゃないかなって見てますけどね、自分は。そうすると、僕らもやはりね、人気どころになりそうな近畿勢、
買うんならちょっとこの3番、5番、郡司浩平選手、松浦選手の狙い目面白そうですね。そうですね。やっぱり、その近畿の一まくり買っててもね、やっぱり、大金張らないと儲からないでしょうから、だったらやっぱりここの短期の二人が3番手、4番手取ってまくってしまうっていうのを、二人のね、結論というか、二人で買ってみたいですよね。そうですね。これが面白そうですね。そうなると3着って誰になると思います？渡辺記者は。そうですね。やはりそうなると、今の展開だと、新山選手が5番手あたりからまくり上げる。で、乗っていく新田祐大選手。それからやはり力で8番手置かれてても、脇本雄太選手もまくり上げてくる。まあ、この3人あたりの3着ですかね。でも意外とこういう混戦になった時突っ込んでくるのは森沢選手とか古性選手だと思うんですけど、この二人はどうですか？そうなんですよね。狙ってみたい選手なんですけど、森沢選手ね、前回2敗まだ骨が折れたままの状態で、まあ1ヶ月空いたとはいえ、まだまだちょっと本調子じゃないのかなっていうのが、しかもね、中段まくりの新山選手の3番手なので、少し位置遠いかなと。で、その位置遠いっていうことだと、巨匠選手も脇本選手が8番手置かれる前提だと、さすがに9番手、いくら函館でもちょっと届かないのかなと思いますね。じゃあ、奥からの結論はどういう面になるんですか？そうですね。じゃあ、まずは1着、2着は3番、郡司浩平選手、5番、松浦雄二選手の折り返し。で、3着が1番、脇本雄太選手、2番、新田祐大選手、それから9番、新山恭平選手。この目が面白いんじゃないでしょうか。そうですね。じゃあ、この6点でね、明日買ってみたいと思いますよね。そうですね。ぜひぜひ、ご視聴のお客様もこの目を参考にしてください。では、今回の動画、このあたりで終了したいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。取りまくり競輪ナビでは、函館サマーナイトフェスティバルのスペシャルコンテンツをはじめ、ツイッターキャンペーン等様々な企画を行っています。詳しくは概要欄のリンクからご確認ください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。